あゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。ということで、今回からリムルダール島をやっていきたいと思います。病に侵された大地。お、なんかすごいなね。前回のメルキドとはやっぱ違う感じやね。何これ、地面タイル。一瞬砂漠かなって思ったけど違うね。お、飛んでくる。来た。めっちゃ倒れとるけど。到着。うん、動けんかった。目が覚めましたか、アイナ。そこはリムルダール島。あなたが次に救うべき場所です。遥か昔、この地には豊かな水に囲まれた美しい町がありましたが、今では、おぞましい毒に侵され、わずかに残された人々も、病の恐怖に怯えています。さあ、あなたにはこれを渡しておきましょう。お、なになに？何くれるの？お、おー、懐かしい。また旗が。今回結構近いね。前もこんなもんやったかな。さあ、あそこに見える光差し地を目指しなさい。そして新たな希望の旗を立てるのです。初めて出会う人間、初めて戦う魔物、そして今までとは異なる物の作り方。物の作り方まで違う。最初は戸惑うかもしれませんが、あなたなら必ず道を切り開けるでしょう。さあ、あの光の元へ向かうのです。なるほど。てかこれ、周り毒の沼？落ちたらダメージあるかな。ちょ、慎重に行こうっと。よっ。え、思いっきり落ちたんだけど。しかも飛べないし、ここ。ここが今回からの拠点ね。なんかめっちゃ骨ゴロゴロあるんだけど大丈夫かい？へい。あ、すごい。ここ作業台が木や。ね、メルキドの作業台って石やったのに進化しとる。暖かい光が溢れ出した。あ、階段も木かな、あれ。あゆなよ、その地に生きる人々は、身に迫る病に絶望し、生きる希望を失っています。メルキドにおけるあなたの働きで、人々はわずかに物を作る力を取り戻していますが、はびこる病に抗う力はなく、ほとんどの人が病と戦うことを諦めているのです。さあ、アユナ。その地にも光に導かれた人々が集まってくるでしょう。そこに新たな町を作り、毒に侵されたリムルダールの地を浄化するのです。最終的にこの毒の沼地とかなくなるんかな？すべては精霊の導きのままに。あれ？なんかあっこ。もうすでに誰か来た。ね、もうすでに藁のベッドがあるんだけど。誰か来たよ。お、シスターや、すごい。おお、なんということでしょう。こんなところにも患者様がいらしたなんて。違うよ。あなたはどこが悪いのですか？ん？あなたはどこが悪いのです？お腹ですか？胸ですか？それとも、頭が。失礼だな。おお、患者様ではないのですね。ではあなたは一体。なんと、あなたはご自分を、物を作る力を持つ、ビルダーだというのですか？この旗もあなたが？ま、これは精霊にもらったんだけどね。もしあなたが本当にビルダーであるのなら、これこそ神のお導きに違いありません。私はエルと申します。私と共に、病に侵されたこの地をお救いください。今回は教会とかができるってことかな？ねえねえねえ。ここは死の病が蔓延する島。あらゆる病気が集まる地と言われています。私は何としてもこの地を救いたい。ここにいる病に侵された人々を助けたいのです。アイナ様、私に協力してくれますか？私と共に、この地を侵す病と戦ってくれますか？まあ、そうするしかないんだろう。え？その前に足をどうかしたのか、ですって？何？引きずり寄った？おう、実はお恥ずかしながら、ここに来るときに転んで怪我をしてしまったのです。傷薬があるといいのですが、病に苦しむ人々のことを思えばこのくらい。ん？あれは、これは受けたことになるの？なんか、そんな感じだけど。何？傷薬がいるって？おお、なんと、私のために傷薬を作ってくれるというのですか？言ってないけどね、まあ。病に苦しむ人々を思えばこのくらいの傷。ですが、せっかくのご好意をお断りするのも、こっから東に伸びる道は、この島よりも少し大きな島に繋がっています。あそこになら、傷薬を作る素材も見つかるかもしれません。東？こっちか。ん？こっち西だよね。こっちか。まあ、確かにあれだよね。逆だったわ、やっぱ。
確かに周りさ、めっちゃ荒れ果ててるし。そんな、白い花びらとか、ん？でもピンクの花は咲いてんだ。初めてピンクの花びらを手に入れた。あ、そっか、もう何もかも最初からリセットか。やばいね。初めてしっかりした草を手に入れた。初めてって出るもん。もうレベルも1だしさ。まあ、拠点レベルってことだけど。この辺もやろ。初めて太い枝を手に入れた。あ、あれ？てかさ、メルキドって雨とか降りよったっけ？なんか天候とかそんな変わらんかった気がするんやけど。めっちゃ普通に雨降りよるよね。ちょっと今びっくりした。びっくりしたよ。これ上がれる？お、落ちたー。上がれないんでないの？よいしょ。上がれないな。誰かに見つかった。ピコーンって言った。よいしょ。ん？上がれないよ。これは、もう土とかもないからさ、間違えた。土とかもないから、こういうとこで取って、使わないとダメなんだね。登れねえ。よいしょ。あ、あのカタツムリに見つかったな、私。こっちから行けば行けるんじゃない？行けないのか。あ、全然行けないわ。よいしょ。あ、違う。違う。よいしょ。こういうことね。これは、行けない。よいしょ。ん？それは何？綿毛。綿毛を手に入れた。あ、あの辺にあるのあれじゃない？これは何？お、なんか飛んできたよ。初めて豆を手に入れた。ほら、この辺の。やった、白い花びらゲットー。やったね。じゃ、この辺、うお、びっくりし、びっくりした、びっくりした。やられる。うお。え、毒に侵されたんだけど何？その矢の先についてるってことっすか？ことっすか？いえ。は。あ、そっか。そうだよ。そうだよ。何やってんの。あれじゃん。全部最初からだからさ。あの靴もないんだよ。あの靴もないんだよ。ちょい待って、これたどり着ける？たどり着けます？ちょ、お願いだから死なないで、私。死なないで、私。傷薬作るまで死なないで。いや、作ってからもう死んじゃダメだけど。とりあえず、作って。傷薬、これね。オッケー。傷薬を1個。1個だけだけど大丈夫？よいしょ。話せる？そこ。話せないんじゃない？へい。おお、なんということでしょう。私のために傷薬を作ってくださるとは。では早速、その傷薬を私にくださいますか？ほい。おお、ありがとうございます、アユナ様。うん、目の前で私の方が死にかけてんだけどね。あなたはなんとお優しい方なのでしょう。その素材から物を作り出す力。あなたは本当に伝説のビルダー様なのですね。おお、おお、なんということでしょう。アユナ様。どうかこの地を恐ろしい苦病から、ん？病苦からお救いください。クエストコンプリート。太い枝10個。ちょっと寝かせてくれるかな。とりあえず。ここからは飛び降りて大丈夫なの？なんかちょっと怖いから。こっちだ。ちょ、一旦寝ます。部屋になっていないから寝れないと。ちょっと待ってね。じゃあとりあえずこの辺崩しちゃうよ。この辺崩して、よいしょ。部屋に、とりあえず部屋にしたい。はい、わらの寝屋、ここで寝ます。おし、復活ということで。はい。引いた。超引いた。はい。ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。
よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローよろしくお願いします。ツイッターの方は動画を見てきましたと一言くだされば、私の方からもフォローを返させていただきたいと思います。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。もしかしてここって常に雨降っとんかな。